どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、なんと、ANA 国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンが来ましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いや、まさかね、ANA のね、プレミアムポイント2倍キャンペーンね、また来るとはね、正直思ってなかったんですけども、まあ、今回ね、ANA の国際線のみにはなりますけども、プレミアムポイントね、2倍キャンペーン来たっていう風になりますんで、 2023年、ANA のね、ステータス修行、SFC 修行ね、検討されている方はですね、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ではね、早速内容に、ね、入っていきたいなと思うんですけれども、公式だとね、こういった形になります。こちらね、ANA のマイページの方にね、載っているっていうふうになりますんで、一応ね、リンクは、 えっとね、マイページの方になってしまうと思うんですけども、概要欄に載せておきますんで、気になる方はね、ぜひチェックしてください。で、期間がですね、2023年の7月1日から2023年12月31日までっていう風になります。で、対象路線がですね、ANA 及び ANA グループ運行の国際線全路線っていった形になりまして、定型航空会社が運行するコードシア便は、ANANHB 名で 予約登場した場合であってもね、対象外っていう風になりますんで、こちらね、注意してください。基本的に ANA の便で ANA の飛行機じゃないと、このキャンペーンはね、適用にならないっていった形になります。 で、対象運賃なんですけども、マイル積算可能な国際線全運賃って言っが形になりまして、対象のお客様は期間中に対象路線に対象運賃でご登場されたすべての ANA マイレージクラブ会員っていうふうになりますんで、今ね、ANA マイレージクラブ会員でない方も、こちらね、会員登録していただければ利用することができます。で、今回ね、 プレミアムポイントね、2倍でえいただけるわけなんですけども、こちらの積算時期ですね、え通常積算されるプレミアムポイント数の月ごとに集,集計し、同様のプレミアムポイントを通常積算分とは別にですね、登場の 翌月月末まままででにに積算すすするっっててていいいいう風にななおりのこちらね注意したただきたいなと思います私の動画のね、コメントとかにもね、あの、積算されないっていうね、コメントが結構いただけるわけなんですけども、こちらね、通常分とは別に付与されるっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。こちらね、公式サイトに例が載っておりまして、7月1日から7月31日にね、登場した場合ですね、積算分に関しては、2023年の8 4月末までにですねこのプレインポイントねキャンペーン分がね積算されるっていう風になりますんで通常部はですね基本的に登場した翌日か翌翌日ぐらいにはね付与されるわけなんですけれどもこのキャンペーンの増量分に関しては翌月のね月末にね付与されるっていう風になりますんでこの点はね注意してくださいまたですね注意事項ということで2023年12月登場分におけるキャンペーン分はプレインポイントね積算時期が 翌月の月末っていう風になりますんで、12月に登場するとね、1月に積算されますよね。ですけども、こちらに関しては、2024年度のステータス獲得分に向けたプレミアムポイント数としてカウントしますっていう風になりますんで、まあ積算はね、1月過ぎるんですけども、2024年度分のステータス獲得分っていう風になりますんで、この点もね、注意してください。 またね、登場月の翌月以降に、追加で事後登録をしたキャンペーン分のプレーインポイントの時期は、次のようにね、積算いたしますということで、2023年の10月末までに事後登録した分は、2023年の1月末日まで。2023年の11月末までに事後登録した分は、2023年の12月末日まで。 で、2024年の1月の12日までに事後登録した分は、2024年の1月末日までに付与いたしますというふうになっておりますんで、こちらもね、あの、事後登録ね、される方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、こういった感じになりますんでね、この点は覚えておいてください。まあ、こういった感じでですね、今回ね、発表が、 ありました。いや、非常にびっくりですね。もうね、あの、かなり ANA もね、黒字化してるっていうのもね、ニュースで、えー、拝見させていただいてるわけなんですけども、やはりね、やはり国際線はまだまだなのかもしれないですね。まあ、2023年ね、SFC 修行。 ダイヤモンド修行とかね、検討されている方はですね、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。まあ、注意事項としてはですね、まあ、コードシェア便がね、利用することができないっていうふうになりますんで、まあ、ANA の便で ANA の飛行機にね、乗っていただければ、まあ、基本的に大丈夫っていうふうになりますんで、まあ、海外発見とかする場合ですね、まあ、乗り継ぎとかね、こういう時に、あの、ユナイテッド航空とかね、まあ、こういった 他社が運行しているね、コードシェア便が入ってるとですね、この分が2倍にならないっていうふうになりますんで、まあ通常便はね、普通にもらえるんですけども、ここだけね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。基本的に n h 便名で ANA の飛行機であれば、今回のキャンペーンね、対象になるっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいてください。 それではですね、ちょっと私のでね、簡単に調べさせていただいたんですけども、2019年ですね、クアラルンプール発見の東京経由のニューヨーク往復。まあこれでね、ダイヤモンド修行も工程で入れましたし、またね、セ f フィー修行とかもね、これでやったんですけども、こちらですね、クアラルンプールから出発して東京で東京からニューヨークでニューヨークから東京で東京からクアラルンプールですね。こちら全部ね、運賃 B で取っておりますので、こちらが積算率が 100%の登場ポイントが400ポイントっていう風になりますんで、クアラルンプールから東京が5147プレインポイント。で、東京からニューヨークが7139プレインポイント。で、こちらが、まあ、帰りも同様になりますよね。ですので、合計すると24572プレインポイントね。こちら稼ぐことができるんですよね。で、これが今回ね、えと、全部ね、NHB の ANAB の飛行機に乗っておりますので、プレインポイント2倍になりますんで、 これでプレインポイントが2倍して49,144プレインポイントがね、獲得することができます。で、こちらの運賃が30万と5,050円っていう風になりますので、 ま、これでね、プレーンポイントの単価は6.2円っていった形になります。まあ、こういった感じでですね、まあ、海外発見になるかなっていうところなんですけども、ちょっとね、私も時間がなくて、あの、シンガポール発とかね、デリー発とか、あとシドニー経由のニューヨークとかね、まあ、これも調べたんですけども、まあ、とりあえずデリー発とシンガポール発はね、ちょっと、まあ、簡単にしか見れてないんですけども、高かったですね。はい、全然8.2円とか、 8.3円とかね。ここら辺まで行っちゃうんで。あとシドニーのね、東京経由のニューヨークとかも8.38円とかね。まあ、プレーンポイント っていうのは、まあ、大体ね、10円切ればね、1プレインポイントね、いいって言われておりますので、まあ、悪くはないんですけども、ま、あこの中だとね、このクアラルンプール発の東京経営のニューヨーク往復、まあ、これがいいのかなっていうところですかね。ま、あ1回の往復でね、49,144プレインポイントっていうふうになりますんで、まあ、SFC 仕様だったらプラス1000ポイントね、ちょっと足りないんで国内線乗っていただくとか、まあ、ダイヤモンド仕様だったら、え、これを2往復ですね。<laughs> 私 これで日本服でね、あの昔 SFC 修行をやりまして、まあお尻ぶっ壊れたわけなんですけども、まあこういった感じになりますね。だから費用的にはね、60万円近くかかってきてしまう。まあ、プレームポイントの単価はね、6.2円ということで、まあダイヤモンド修行であればね、まあ60万円とかね、本当はね、ANA のダイヤモンド修行って80とか100とかね、普通かかりますんで、まあそう考えるとね、かなりね、安くなっているわけなんですけども、普通に聞くとね、かなり高いですよね。だからまあ、 SSC 修行とかだったらね、これにまあ、1000ポイントを足せばね、SSC 修行完了いたしますので、まあ大体30万円で、まあ、あと国内線。 一往復していただければね、できるっていう風になりますんで、まあ7円とか8円とかでも、この SFC 修行ね、できるかなっていうところですかね。クアラルンプール発見なんでね、クアラルンプールまで行かなきゃいけないですよね。ですんでそこをね、まあ私は SFC 修行の時とかは、あの LCC でね、エアアジアとかで行って、まあ私はね、何にも、 なくね、あの、普通に乗れて、普通に着きましたんでね、まあ良かったわけなんですけども、まあ LCC なんでね、なんかあってね、飛ばなかったとかね、なったらね、あの、修行全部飛んじゃったりいたしますので、まあここはね、あの、何を取るかっていう風になるわけなんですけども、まあこういった感じでですね、 はい、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ私が簡単にね、調べた感じだと、クアラルンプール発見がね、今現在結構安かったりいたしましたので、絶対やるんだって決めてる方はですね、まあ航空券っていうのはね、早めに予約していただくとね、 あの、安く取れるっていうのはね、なっておりますので、もしね、利用されたい方は、ぜひね、早めに予約ね、していただければなぁと思います。ま、ぜひね、このルート、平井さん安いですよ、みたいな感じがね、えー、ありましたらね、ぜひね、教えていただければなぁ、なんていうふうに思います。まあ、ちょっとね、私も時間がなかったんで、ちゃちゃっとしかね、調べてないので、ちょっと今日ね、あの、せっかくこのキャンペーン出まして、私もね、ちょっとね、NA のダイヤモンドね、気持ちがちょっともっと ありまして、ちょっとこれからね、あの、今日ね、調べさせていただこうかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、このルートいいよっていうのがありましたら、教えてね、いただければな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、速報ということで、ANA がね、国際線プレミアムポイント2倍キャンペーンをね、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、対象期間ね、今回7月1日から12月31日までということで、期間もね、かなり長いっていうふうになりますんで、SFC 仕様ね、検討されてた方、またね、ダイヤモンド仕様ね、検討されてた方はですね、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、ちょっと簡単にはなりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方、いいね、 チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ